大地に光を果てしない夢を太陽にキスを変わらぬ瞳を虹を、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。この4つでゆっくり弾いてもなんかこうね、こう壮大なこうハワイのあのイメージがこう頭にねこう入ってくるかなという感じで、そういうイメージ持ちながら演奏するのがポイントですからね。皆さん大いに歌っていきましょう。そして多分なんですけど、この今やったガズレレバージョンのフラガール、長さなんですけど、これ多分フルコーラスだと思われるんです。ちょっと詳しくないですけど、これフルバージョンだとするとですね、やっぱり動画とガズレレ動画と一緒にこう YouTube で一緒に散々いっぱい練習した後は、あのご自身だけで一人で歌えるようにやっぱなっていきたいもんですから、あの楽譜っていうかね、こうノートとかに書き出してですね、それを見ながら練習していずれまで覚えちゃうのがいいと思うんですけど、はい、書き出すのがいい。その時の参考になるように、このいつもガズのノートをここに移して皆さんにシェアしてるんですけど、このですね、ガズクラブという新しい、プロジェクトが始まっておりまして、これは、あの、ガズクラブ、クラブ活動費毎月660円をこういただいて、このね、楽譜がですね、毎月5曲、お好きな、もうね、ものすごい膨大な数ありますからね、楽譜は。はい。その皆さんをお手元に入るというシステムがあって、これはですね、今日か明日か明後日か近いうちに、これもダウンロード可能になると思います。そしてその中の限定イベントとかあるんで、もし興味ある方、ガズクラブ、よろしくお願いします。はい、じゃあ、時間ある方はこれ、映していってくださいということでございます。これ、すごい特徴的でしょ？最初アカペラというかね、この、サビをね、こう、歌だけで歌。これがまたね、なんていうかこう荘厳なイメージというかこうね、なんかこうマナーに抱かれてるみたいな、そんなイメージで歌うのがいいと思うんですけど、やってみました。そしてここからイントロ始まるんですけど、2ブロック C が入ってて、この下にくるっと囲ってるやつ、これは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコードですか。今のシンプル簡単バージョンは上のダウンやりましたということでございます。はい、じゃあここから映していくんで、メモっていってください。これね、ちょっとわかりますかね、こう伸ばしたりとか、こう点あるじゃないですか。この曲ってすごくゆったりしてるんですけど、やっぱそのボーカルの入るタイミング、伸ばすタイミングとか、ちょっとですね、よく分析してみるとすごくこう、いろいろこう、わかることがある。こういうくるっと囲ってるやつは、早口で言うとか、そういうふうに私はやってるんで、この書き方が結構参考になるかなと思いますんで、はい。で、ちょっとこれわかりづらいなという方は、もちろん動画のテロップを一時停止してメモってくださってもいいと思います。はい。いかがですかね。はい、もう淡々とこの曲が進むという感じですね。はい、じゃあ一時停止でね、お願いします。はい、結構この点がねポイントになってるのは、リズムをこの点で測っているということで、ね、はい、
ここもくるっと囲ってる、ここはね、はい、ここ震わせ、うん、なんかこうね言葉がこう連なってるっていうのをこういうふうに書いてますと。はい、こんな感じです。でここ下にくるっと囲ってるやつ、後半やるコードですからね。はい、じゃあ、コードの解説いきましょう。この2つは後半のかっこいいバージョンで出てくると。今やったシンプル簡単バージョンは結構たくさんあるけど超シンプルコード、簡単コードで言っていきます。 CAmFDmG7Em7A7、 この7個のコードで今のシンプル簡単バージョンやってました。この7個のコードはもう皆さんおなじみだと思うんですけど、これはね入門コードのグループなんですよ、全部だから簡単ですよ。はい、その入門コードのグループはドン、いつも出てくるこのガズレレ必須コード、私がめちゃくちゃわかりやすい動画で解説してます。ここにリンク貼っておきます。ここでですねガズレレ必須コードはもう覚えてください。楽しく覚えるのがポイントになっております。はい、親戚とか、ね、三兄弟とかそうやって覚えるんですよ。はい、楽しく覚えていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですねコードが2つ追加されます。これは簡単なんですけど、あ、まあいや、ちょっと待って、1個は簡単。C、サス4という、これがですね、この曲結構インパクトがあるというか、これがね、いい響きを出してるんですよ。簡単ですけどね、効果切断。C を押さえといて、押さえる場所。ここ、2弦の1を入れると、ここですね。ここを足すと C、サス4。離すと C ね。ここ押さえっぱなしで。はい。これ、イントロでいきなりこう、この響き、この C サス4から C っていう、これ最初とエンディングで出てきます。はい、そしてあと一箇所ね、これは初心者様の方がちょっと突っかかっちゃう代表的なコードが出てきます。 F マイナー、これね、これはですね、まあよく出てくるんですけど、これ押さえる場所一応言っとくと、こことこことここですね、3箇所、こことこことここね。そうすると押さえるの、こうやって押さえるかというと、こうやって押さえるのが教科書通り、これこうやって押さえるのが教科書通りですね。はい、でガズの場合はですね、このこうやって押さえてる ここの部分をですね、親指でこう上からこうグッとやっちゃうんです。これでももう全然問題ないです。だからあの押さえやすい方、皆さんがやりやすい方でいいです。親指で押さえる人はちょっと手首を上に持ってる、はい、人差し指で押さえたい人は下げる、こんな風に使い分けると思います。 F マイナー1箇所、サビもちょっと前で出てきますね。これね、なんとかあのよく出てくるんで、まあ、F マイナーは覚えておくと、いいコードですね。で、ちょっと慣れたら覚えていきましょう。そしてですね、リズムなんですけど、この曲はですね、フラガール虹を、その音源を聞くと、16ビートのチャのニュアンスがすごく強いんです。つまりこんな感じです。雨上がりの虹を置いて、こんな感じなんですけど、このガズレレではですね、あえて、8ビートのチャのリズムで、8ビートでこの曲を表現しようと思います。そうするとこうなる。雨上がりの虹を。はい。8ビートでもう十分かっこいいかなと思いました。で、今回これで後半やるかっこいいバージョンは、8ビートのチャというリズムでやろうと思います。なんですけど、8ビートのチャ、でもいいし、今もやったように16ビートのチャでも本来はそっちの方がなんかノリが、ジェイクさんのバージョンだとすごく16ビートのキレがね、出てきてるかなというふうに思うので、16ビートのチャでやってみる方ももう全然おすすめです。16ビートのチャでできたらもう本当、なおさら最高ってことですけど、8ビートのチャでも本当に今いい感じなんで、今回は8ビートのチャでいきます。一応両方とも貼っときますけど、今日は8ビートのチャ。はい。一応参考として16ビートちゃんもここに書いておきますけど、このリズムの弾き方、ここに貼っておきましょう、ここ。このリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から動画でどんどんこう練習してもらいたいんですけど、8ビートのチャという動画と16ビートのチャという動画見ながらちょっとマスターしてください。ちなみに8ビートのチャっていうのは全てのリズムなんですけど、まず8ビートっていうのは超基本です。普通の8ビートというリズムができてから8ビートのチャやってくださいね。普通の8ビートはこう。チャが入るとチャツチャツ、これドラムが入るようなイメージですね。はい。で、今日はやりませんけど、参考資料として、16ビートのチャ、これはですね難しいです。はい、ちょっと緩やかな軽やかな感じでやるのがポイントになると思うんですけど、はい、16ビートチャレンジしたい方はちょっと動画でやってみてください。で、曲の中ではですね、こう決めとかのこうなんかこう特別な感覚っていうものが結構なくてですね、そこがまた素晴らしくこう流れる記憶か、なんか風とか海が波が流れるみたいな感じもさーっと流れてる印象で やるのがいいと思うんですけど、ガズの提案としてはですね、一番最初のアカペラ部分でですね、こんな風にやるのはどうかなと思います。
大地に光る。こうやってね、何やってんのって感じでしょ。これはですね、このなんていうのか、手首をすごく柔らかく使って、この指先、ほんと指先の各指の指先3ミリ4ミリのところをこう撫でる。見てこれ、こんななんかこれあれあれみたいなもんです。オウムのこの口みたいなこうね、パーッとこう出てくる、これみたいな感じでこう C 押さえてね。でここで大地に光をみたいにやりたい。これかっこいいなと思って、これトレモロ奏法っていうのかな、ちょっとね、ネーミングアップはともあれ、こうジャカ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 の優しいやつですね。だから弾く位置もこっちがいいです。こっちの方が柔らかくなるんですよ、音って。こっち行くとちょっとガチャガチャしちゃうから、この辺がいいかなと思って。このガズのわがままくれるの場合は、ここにね、ちょっとフレットが打ってないこのスペースがあるんで、ここがすごく調子がいいんですけどね。ここ撫でるような感じ。はい。はい、ちょっとね、雰囲気、ハワイアンの雰囲気出るかなと思って。大地に願いを、こうやってたらーってやってから、イントロに入っていく。これちょっとやってみましょう。これもちろんね、これジャカジャカでやんなくてももちろんいいんですけど、なんかちょっと一個のアレンジの提案として、入れてみようと思います。こういうのもね、ちょっといろいろ使えるかもしれない、いろんなところで。じゃあ次の曲いきますよとか、こういう感じでね、なんかこう喋ってる時の BGM とか、今みたいな感じでなんかこう、なんか喋る時にこうやってできるといいかなとか、まあまあなんか使い方それぞれだと思うんですけど、ちょっとこれじゃ練習してみるといいかもしれない。なんかもう僕の場合見てるとすごいね、もう手首を回したりしてさ、こんな感じです。触るだけよ、優しくね。はいはいはい。まあ一個の提案です。やってみて、興味ある方ぜひやってみてください。そんなことを踏まえながら行きましょう。海辺をイメージ、ハワイのね海をイメージして歌いたいと思います。フラガールに一応ガズレレレをかっこいいバージョンやってみる。大地に光を、果てしない夢を、太陽にキスを、変わらぬ瞳を。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。あのイントロのね、あーこの
なんかマナカウア渓谷にいるみたいな、そんななんかあのそんなイメージですよ、イメージ、はい、今ガズレレのねこの G ラボのウクレレ、あのオールブラックモデルも出てますけど、はい、いろんなラインナップあります。ただいま販売と予約を受付中です。概要欄に貼っておくんで、ぜひウクレレのあのラインナップチェックだけでもよろしくお願いします。そしてイベントマイオンレディスで、いよいよ今週からね、全国回っていきますんで、皆さん会場でお会いできる方バリバリ盛り上がっちゃいましょう。よろしくお願いします。あとですね、G ラボのですね YouTube チャンネルがですねオープンしてますよ。皆さん知ってますか。今ガズさんが初心者の女の子に教えてる企画とか、あとウクレレ、このウクレレが当たるプレゼントキャンペーンとかやってますんで、ぜひ G ラボのね YouTube チャンネルチェックお願いします。概要欄にリンク貼っとくんでね、ぜひ必見ですよ。あとガズさんね、ガズピアノという YouTube チャンネル、鍵盤楽器超世界一簡単鍵盤楽器もやってるんですよ。これで今度10月に本が出ることが決まってます。このピンク色の本、ハニーさんも先生役で一緒に出てますからね。これただいま大好評で予約受付中、 Amazon で、ガズピアノって検索すると出てくると思うんですよ。内容確認してぜひともご予約をお願いいたします。そしてあの毎度なんですけど、この紫色の本をはじめとしたリットミュージック社から出てるウクレレの架空の本、絶好調でもうね16万部ぐらいね売り上げあると思いますので、皆さんこれめちゃくちゃ分かりやすい本でね、これ書いて育てる本なんで、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。そしてガズレレではですね、ガズレレのアプリがあります。これはですね、中で楽譜が見れるという画期的なもので、自動スクロール機能とかメトロノーム機能も追加してあるというすごくいいものなんですけど、これのね、書籍版もあったりするんですよ。これガズレレ公式ページにね、すごく詳しく解説が、ガズレシピの解説あるので、ぜひ見てくださいね。あとガズレレではいろんなグッズ売ってます。キャップだとか、この、ここに挟んでいる水引きだとか、はい、ハニー特製のストラップだとか、もうステッカーだとか T シャツとかいろいろありますよ。それもホームページに見るといろいろ載ってますんでね、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは本日のガズレレ YouTube レッスン、これにて終了です。楽しく音楽しよう。それではね、皆さん、バイバイ、さよなら。